だから場所ってあらゆる時代の基盤とか、なんか知らないけど哲学者っていうのはさ、この辺のところは、僕は場についてはまで議論したことなかったんですよね。アブソルーティング、アブソルーティナッシングですだけだったんですよね。だから次回はこの場についてもうちょっと議論しましょうかね。この夢ラジオはこれ場所の話をしてるけど。例えば、田中君は人間である。人間っていうのは場だっていうね。これもなんかよくわかんないよね。まあ彼はその場の話はあんまりしなかったけど。いっぱい記事があるんだけどね、みんな難しいんだよね。なんとか哲学の言葉って難しいのかね。いや、この英知的なるものってこう書いてあるけどね。で、これはだから、こういうこと、英知的世界って彼の本があるんですよね。ですけど、ちょっと読んだと全然わかんないんでね。いやー、これすごいよね。こういうの読むんですよね、皆さん。しかもこれ英語で読むんだよね。だから今日の本当はね、やる内容で、この英知的世界じゃないけど、もう一つ、これかな、あ、これね、場所って記事があるんですよ。あるんですか。うん。で、これをだから来週やろうと思ってる。でもこれ見たんだけどさ、これ場所のね、説明やってんだけどさ、わかんないんだよね。これ、フランス人だよね。難しそうですね、フランス人。うん、でも場所はだから前回もうずっと前回と場所っていうのはあえて避けてきたんだけど、今回やっぱりこれ取り上げ出せばダメかなと。あと質疑応答ってそう難しくないんで、残りの部分で彼女のやつやって、でこれやろうかと思うんですよね。で、場所についてはこれもうちょっと日本語の記事を探してね、理解して英語やらないと多分わかんないんだよ。これ僕見たんだけど昨日。正直言ってね、わかんないんですよね、これ。このフランス人ってさ、日本語喋るんだよね。ヨーロッパ人ってやっぱりフランス人って哲学者多いのかな、この人たちは。なんか N さんがフランス人ってこういうのがあるんじゃないですか。エド一時さ、哲学凝っててさ、半年ぐらいやったでしょう。あれも全然僕は理解できなかったよね、あれね。難しかったね。だから、海外哲学専攻する人ってすごいよね。どうやって理解するのかね、あれ。あんな難しい英語ね。だけど、これは、この今の30分のやつはね、これはチャレンジしてみようかと思ってるんですよ。バーって、私は大学、社会人大学で、経営学とか組織論をやってるところ、古典の中で出てきたりするんですよ。組織論の大家って言ってる人は、バーっていうのは、共同体系なんか誰かと誰かが何かを一緒にやってことをなすみたいな場所、場面を考えたときに、物的制約とか生物的制約、心理的制約、社会的要因、これらを全て取り除いた後に残るのが場だっていう、宇宙、
のこの電磁場みたいなもの、難しいですよ。なんか日本なんか経営学の中だと一橋にいた伊丹教授がなんかいろいろバーとか言ってましたね。これあのいくつか読んだ記事ではさ、バっていうのは例えば鈴木くんとか田中くんとか、あの赤とか黄色とかっていう、赤は色であるとか田中くんは人間であると、色とか人間っていうのはあのバということなんだけど、そのバというのは実はその田中くんとか赤とかを含めた 全体を含めたことをバというって言ってんだよね。だからその田中君って特殊な名前だし、赤も特殊だけど、特殊なものも全部含めた相対的な一般者っていう、ユニバーサルっていうことを場と言ってるんだよね。でもそれが 何なんだってよくわかんないんだよね。伊沢先生が それをね、一般者って言ってるんだけど、何なんだってよくわかんないんだよね。だから、せっかくだからね、その場っていうのを、もうちょっとで働くものから見るものへってこう出てるのは、これ西田哲学の西田さんが書いた本なんですよね。でそこに場っていうの説明が出てるんですよね。でそれをこの後で解説してんだけど、でもこの本、働くものから見るものへって本あるんだけど、とっても読む気しないんだよね。だから解説してるものがあればどっか探して読むけど、もともと原点っていうのは分かんないんだよね、難しくて。ここにあの今言ったこれ、そうですよね、あのこれあの場の説明してるんだけど、英史的世界ですけどね、ちょっと読もうとしたんだけど読めないんですよ。いやー僕無理だと思うよね、これ。なんどうしてこういうみんなこういう文章読めるんですかね、不思議ですよね。これね読めないですよね、初っ端から分かんないんですよね。でここで言ってるさ、一般者って言ってるけどさ、一般者って英語なんて言ってるか、ユニバーサルって言ってるんだよね。これも僕だから英語でさ、これ読んで理解する人もすごいと思うよね。もしくは英語に訳す人もすごいよね。まあでもせめて、まあこれ2回目だけどさ、絶対の自覚はまあ理解したにしても、じゃあ場って何かってことをちゃんと理解しようかなっていうのが今回のテーマなんですよ。でこのイメラジオの場の説明が一番分かりやすいんで、ちょっと短すぎるんですね。でこの人も場説明してないから、まあ、どっかで探してきて、来週ちょっと彼女のあの、ともかく彼女のあの必要等があって、それはねそれなりにね、あの見る価値はあるんでね、それはねあのいろいろ説明してるから、あと30分ぐらい彼女説明してるんですね。これ必要等やってるんですよ。 Thank you, Yuko. でこの先生がいろいろまた質問するんだけど、この先生は基本的には多分哲学者だと思うんだけど、西田喜太郎のことは全然知らなくて、トンチンカンの質問をしてるんですよね。初めはぜあのこの間初めて勉強した時は、彼女がやっぱりあの質問に詰まってね、うまく説明できてなかったと思ったんですよ。でも実際この後半の彼女の答えを見ると、やっぱりちゃんと答えてるなっていうのが僕のイメージなんですね。だからやっぱり2回目をまあこれ何度も見てるんですけど、何度も見てるとやっぱりそれなりに理解が深まるのかなっていう気がするんですよね。だけどあの今回のテーマは場の理解なんですね。それをもうちょっとやろうというのは、まあ、僕の課題ですね。まあ、今日はそれぐらいですね。だからそれこの場所をやって、まあ、西田喜太郎終わろうと思ってですね。これですね。
こですね。まだよくわかんないね。これ英語もやる、うんうん、で、場所の論理って調べてね、で、術語の論理とも言うって言うんですよね。だから、あの、田中くんは人間であるっていう術語の論理ね。西田の初期哲学における純粋経験や絶対史という直感的概念を論理化するために見出された中期以降の概念、彼は自覚を根本的な働きを考えと考えて、そこに見るものなくして見るもの、見るものなくして見るものを想定し、それを概念化して場所と呼んだ。これでよく働くものから見るものへという本なんですよね。すなわち場所とは自己自身を無にして無限の有を含むもので、有のカテゴリー主語と無のカテゴリー実語。無のカテゴリーって彼言ってるのは人間である、田中君は人間である、人間っていうのはないでしょって言うんですよね。赤は色である、色って実在しないでしょって言うんですよ。だから無のカテゴリーって言ってるのね。の関係で論理がされる。これは自覚においても直感と反省と統一する論理となる。以降の彼の思想の体系化における基本的概念となった。うんうん、まあこの文章は理解できるけど、だからあの見るものなくして見るものっていうのはこう説明してるんだけど、まあこれアクセスすればこの本出てくるんだけど、いやー来週これやるのかな、ちょっとどうしようか迷ってんですね。だから場所っていうのをやっぱりきちんと理解するのは来週のテーマでね。で、場所っていうのと絶対の自覚っていうのを合わせて理解すれば西田哲学いいかなってそう思ってるんですよ。うん、で、それでこれ西田哲学終わって金子健太郎入ってくるんですけどね。ただ西田哲学は僕はあのね、やっぱ重たいんだけど、やっぱりきちんと理解する必要あるかなと思ってるんですね。まあそういうことですね。ここまでやると儒教のとの違いって何か出てくるのかもしれないですね。どうかな。だからさっきも議論したようにね、分かんないんだよね。どこが違うのかってね。いや、ここで書いてある、例えばあの場所とは自己自身を無にして無限の有を含むものなんて言ったってさ、なんだか分かんないじゃないですか。だからまあよく分かんないんですよね。じゃあ西田哲学やってて、その儒教を勉強してる人の西田哲学を勉強してるかっていうと、多分してない、してる人いないんじゃないかな。だから我々みたいに比較検討した時に、純粋経験と、もしくは絶対無の自覚というのと、儒学で教えている心を無にするってのとどう違うのかって、あんま違わないような気がするんだよな。いや、僕は違うと思っていたんだけど、いや、だから刺客相滅するって、相手のことを受け入れる、相手の立場になりきるっていうのは儒学と一緒だしね。まあ、そこら辺のところどういうふうに考えたらいいのかっていうのも、まあそういうことなんだろうけどね。場所っていうことを勉強しながらもうちょっと考えてみるけど、哲学の場合はね、ちょっと調べてもすごい時間かかるんだよね。これ違う記事を僕は初め載ってたんだよ、これじゃないやつを。で見たんだけどね、やっぱね、もっと全然分かんなくなっちゃってね、こう差し替えたんですこれに。まあ、これもわからないんだけどね、実際2回ぐらい見たけど、これもね、何だかわかんない。英語で見てもわかんない。それだからさっき言ったあの、夢物語みたいなのを調べてみたり、勉強したりしたんだけどね。これもね、一生懸命説明してくれてんだけど、よくわかんないんだよね。この先生って日本語喋れるんだよね。この先生ね。でも、説明をしてるんですね。うんうんうん。説明、これをベースにしてちょっと枝広げてもうちょっと勉強してみようかなと思ってるんだけどね。はい。まあね、そういうことで、午前中はこれぐらいで終わりますね。ありがとうございます。この女性は日本人だよね、これ。これ日本なんですか？
いや、これ違う、これね、ブラッセル。ブラッセルのなんとか大学って。いや、この先生は名古屋大学の先生。このフランス人。ああ。うん。この女性多分奥さんじゃないかと思うんだけどね、きっと。ずっと座ってるから。まあ、いや、そういうことですね。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、午後は1時15分からということで終わりますね。はい。